エンゼルスの大谷翔平投手、27、がアドバイザー契約を結ぶアシックスジャパンのプロモーション撮影に参加。ア・リーグ MVP を受賞するなど、大活躍だった今シーズンを振り返り、もちろんいいシーズンでありましたけど、もっともっと超えたいなという数字はたくさんあります。来年こそ優勝したいですし、そこに貢献するためにも1年間フルで健康維持、できる体づくりに取り組んでいきたいと視線は早くも来シーズンを見据えていた。大谷翔平は今後のオフシーズンについて、ここからは個人を伸ばす期間だと考えてます。フィジカルはシーズン中は正直、伸ばすのは難しいので、どらかというと維持していったりとか、リカバリーに努めるというところの方がシーズン中は大きいですから、オフシーズンはそれを向上させていくことが大きいと思うので、メインはフィジカル、プラス、それに合ったテクニカルな部分を身につけていくことが課題かなと思いますとコメントした。現在の状態については疲れはないですね。十分休めましたし、ここからは練習メインで来年に向けて、どんどん追い込んでいけたらなと思いますと元気満々とばかりに意気込み、来シーズンの目標については一番は勝つことなので、優勝目指して頑張りたいですし、そこに貢献するためにも、1年間フルで健康を維持して頑張りたいなと思っていますと答えた。さらに今シーズンを振り返り、もちろんいいシーズンでありましたけど、もっともっと超えたいなという数字はたくさんありますし、毎年毎年更新することが野球選手にとって嬉しいことだと思うので、ベストな記録を毎年更新できるように頑張りたいなと思いますと、さらなる飛躍へ日々精進していく姿勢を示した。エンゼルスは大谷翔平に感謝を大リーグ公式サイト、サンクスギビングデー特集を掲載。大リーグ公式サイトは25日、日本時間26日。サンクスギビングデー感謝祭にちなんで、各球団が感謝すべき理由と題した特集を掲載した。エンゼルスでは今季 MVP の大谷翔平と、過去 MVP 3度のトラウトが所属していることを挙げ、この2人がいることに感謝できないなら何事にも感謝できないのではと指摘。また、CBS スポーツは次に長期契約を結ぶ MLB の若きスターは誰？という特集記事を掲載し、大谷翔平が4位。上位3人はマイナー選手で1位は今季限りで西武を退団したニールの義理の弟にあたるロイヤルズ傘下 3A の遊撃手ボビー・ウィットだった。大谷翔平同僚たちからどうやったら買えるんだと一番反響が大きかった相棒はエンゼルスの大谷翔平投手27がアドバイザー契約を結ぶアシックスジャパンのプロモーション撮影に参加。今季使用していたスパイクについて、チームメイトからは一番、反応が良かったですねと明かした。大谷翔平は自身が使用していた今季のスパイクについて、フルで出た割にそんなに頻繁に変えなかったので、パフォーマンスもそうですし、耐久力も持ちましたね。意外と一足でと評価。土台がしっかりした方がいいとし、重心より低くというか、より素足に近い感覚になるのでそれは利点だと思いますと特徴を説明した。大谷翔平のスパイクにはチームメイトからも大きな反響があったようで、スパイクは一番。反応が良かったですね。外国人受けするというか、デザインも含めて見たことない感じなので、同じモデルの歯がないシューズも履いているので、どうやったら買えるんだとか聞かれて、販売はしていないんだよみたいな話はよくしていたので、もったいないなとかというやりとりがあったと報告した。